ニュース教えてです。さてさて皆さんお待たせいたしました。今回はですね、<ん>アップルでございます。アップルさん、おおはい、おおアップルさんの、はい、iPhone 15シリーズ、はい、こちらの発表がありましたので、すで、はい、に販売も開始しております。そうですね。はい、9月13日午前日本時間で午前2時かな。 イベントを開催されて皆さんまあ夜中めいこすってあの <laughs> ネット中継見た人もいると思うんですけれども、はい、iPhone50 シリーズがまあ発表されましたで今回も4気象ラインナップで、まあ、何でしょう何がどうっつう話はないです。まあ 業界内的に言うと毎年そうなんだけど盛大なる答え合わせっていう言い方をしていて要するに事前にたくさん情報が出ててそうだよねっていう話がま,あま,あまとまったよねまあ今回もちょっと注目点はいくつかあるので,でそれぞれの機種についてはですね今後あのまたちょっと改めてものを揃えて携帯ピックアップでご紹介しますが今日はシリーズ全体プラスアルファぐらいでちょっとまあ注目点をご紹介したいと思います。いでとうころで えーっとどうしようかなと思ったんですけどこんな感じでございますと。<laughs> で iPhone15 で iPhone15ProMax とでまあ背面がこんな感じになっておりますと <laughs>、はい、まあちょっとご紹介をしておくと,えっとまずちなみにあのだからあの今回もですけどパッケージがやっぱだいぶちょっとこんな感じでですねまあ前の写真もそうなんですけど。 まあ今結構スリムパッケージもう ACR ファンとか入ってないからねコンパクトなスリムパッケージになってますんこんな感じです、はい、今回まあ一つはボディデザイン、うん、こんな感じのボディデザインですけどちょっと拡大しないと分かんないんですけど実はですね今回えっとこの辺ですこのこのこの角っこがですね今回角を落としたのでえこれ実は両方ともそうです背面側のこの角っこは結構角が面取りされてるんで実は 結構手当たりのいい持った時の手の感じがいい感じの仕上がりになってますはいでまずえっとこっちこれ iPhone15 ですけど、はい、15と15プラスは、まあ、従来に引き続きアルミのフレームを採用します、うんはい、もう一つこっちこっちが結構実は今国大きいんですけど iPhone15 プロと15プロマックスはアルミフレームにチタンバンドを組み合わせた兄弟うだいです そういういことだただ前のモデルは何だったのかというとステンレススチールなので散々番組でも僕はいろんなところでも重すぎるって言い続けたんですけど今回はその中のフレームもまあアルミになりチタンのえチタンもですね本当は加工が難しいんだけど今加工が難しいっていたのはだいぶ昔の話で今,まあ今チタン合金はまあ割といろいろなところに使われてるんですがっていう形になったので結構軽くなりました。えー プロマックス、ね、だいぶあれですけど本当は重いはずなんですけどおおあ全然違うええ全然違う。 二十グラムぐらいかな、軽くなったます。ごい変な話、このカメラの重さしか感じないぐらいな感じ。<laughs> こうなんかこういう風うに持ってかれちゃう。<laughs> ここの重さだけ感じます。まあ今までなんかプロ欲しいんだけど重いから嫌だって言った人は、もうちょっと触ってみる価値はあるかなと思います。あと背面のこのガラスのところなんですけども、はい、これあの実はフィフティンプラスの方なんですけガラスにカラーを埋め込んだ、うん。うん えっと、カラーインフューズドガラスというのを、はい、まあ新たたに作りましたこれブルーなんで、うん、まあのだいぶ白,白っぽいブルーなんで、はい、だからちょっとあんまりこうイメージはわからないですけど。 カラーは結構いに出てますろ今回カラーバリエーションですはいそれからえっとプロプロマックスの方は従来に引き続きテクスチャードマットガラスになってますだから実は両方ともマットになります実はですねこれ結構僕このガラスの話は結構いいと思っていて50 to50 プラスの方に関しては前の14の時ってんか言い方悪いんですけど例えばレッドとか選ぶと僕レッド買ったんですけど 思いのうからなんかレッドがなんかテカってて今一つ高級感ねなって感じはしてたんだけどう<れ>テカっこれになるとかなりイメージが変わるので今回は割とこの意外に1550プラスのこのマットなガラスはちょっと一見の価値はあると思います。質感がすごく上品な感じですねもうガラッと変わりました、ね。でそれからもう一つ、まあ、これはもうさんざんもう皆さん注目してたんですけど、はい、まあお尻こんな感じになりますついにですね、はい、ついに USB タイプ C Type-C、はい、なんですけど えとまあライティングから変わったんでこれはまあいわゆる EU がもう充電はあのタイプ C にしてくださいって言ったからやったっていう話はあるんでまあ実際そうなんですけどアップルとしてはすでに iPad プロとか MacBook とか散々もう採用してるんでもう十分実績ありますともう一つ充電がああワイヤレスで充電するのもあるんだけどまあよそにいた時にまあ充電するのにはまあそっちだよねっていうところもあって当然えまあこれちょっと。 中の仕組みはいろいろ変わってるんでちょっと一概には言いないんですけどあともう一つは撮った映像とか写真とかをパソコンに転送することがどれだけあるかっていうのがあるんですけどうちの,あの,この今撮ってる人とかここで指示出してる人とかはきっと iPhone で撮った動画をです、ね、自分の Mac とかに取り込んでなんか編集してとか、うんうん、そういう人にとってはものすげえいい話いい、ねね、全然早いですよ。 まあだから早いといいととうころでございました次でこれはまあ前回に引き続きなんですけど実はえっと従来のえっとプロ・プロマックスでは実はこの上のところにここにねノッチに変わってこのダイナミックアイランドっていうのがこう丸い楕円形のパンチホールが開いてたんですけど今これ印象を取る時にこうピカピカちょっと光ってるんですけどこれまあまあ実際はあの こうカメラ越しだから、こう見えてるだけなんです。はい、で、ちなみに、まあ、この部分があると、例えば。えー、通知があったりとか、まあ、うん、あるいは何でしょう、音楽再生時はここに出てきたりとか。いろいろできるのは便利なんですけど、これがなんと、こっち側にも。つきましたと。フィフティーンと15、フィフティンプラスにもつきました。うんたうん、で、結構便利です。はい。 これはまあついたよっていう、うん、まだ両方とも今後はこれがメインデザインということになると思います。それから、えっと、今度はちょっと機種固有なんですが、えっと、プロプロマックスのですね、まあ、ゆきちゃん iPhone といえば音を鳴らしたくない時どうしますか、うん 音ならすごい、え一番、あの、消し、消す、消す。うん、ここね、はい、この横っちょの、このこれです。このパチンコって、ボタン、うんうん、ボタンつか、スイッチだな。はい、切り替え式スイッチがついてたんですけど。はい、これ、まあ、着信消音スイッチって言うんですけども、うん、今回のプロ、プロマックスは、この横っちょいですね。ここに、ボタンになりました。うん、ああ、本当、これいいじゃん,ですか、うん。で、これは、えっと、まあ、何してるかっつうと。まあ、単純に、この状態で、今、単音すると、今、消音になってますよと。 でこれを長押しすると今度着信音が鳴りになりますでもう1回長押した。と小音になります本当だっていうことができるのでここのボタンでいろんな操作ができます。でここはちなみに今これこの、まあ、いわゆる日本的に言うとマナーモードの切り替えになってるんですけど別に他のものに変えられるんで。 例えばボイスレコーダーでもいいしそカメラでもいいしなんかどうしてもすぐ使いたいから何でしょうなんか他の機能でもいいけど翻訳アプリを動かします、はい、別に何とでもそれは自分で設定して入っている形なので基本的にはまあ特定のアプリを起動することができるあ<ー>ま,あまあ決済系のアプリとか便利かもね。そしてカメラですが15/15、えっと、15プラスは今度4800万画素のメインカメラ1200万画素の超広角カメラにまあ進化しました。 まあ従来のプロの、えっとまあ、望遠がないぐらいと思っていただけるといいかなってかなり内容は良くなりました。で15プロと15プロマックスに関しては4800万画素メイン1200万画ス超広角1200万画スの望遠なんですが,がプロは従来はえっと画面の大きさが違うだけでしたけど、うん、今回はこのプロマックスの方だけ望遠が え変わりましたテトラプリズムって言って、うん、まあ簡単に言うとプリズムを使って、うん、あの少し望遠伸ばしますと光学的に遠くまで撮れるようにしますということで光学5倍ズームを搭載とということになりましただからかなりえっと光学要するにデジタルズームじゃないのでまあ綺麗に撮れるよう、まあ、これはライバル機種も最近ねあのまあなんでしょうエクスペリアの。 はマークファイブとか、はい、ギャラクシーも S 二三ウルトが突き取れますよとかやってますから、それはもう対抗上もううちも頑張りますよっていうとことでまあこういう形になりましたと。期待でございます、ところでございます、ね、まあ詳細はまたやりますが、はい、まあざっとこんなところでございます。<laughs> はい。はい、私の中ではいろいろ細かくまた進化してるなというイメージですけど、はい、まあ価格も進化しちゃってるのかなっていう心配なところもあります。<laughs> <ー>価格はどうですか。いかがでしょう。まあいろいろね事前にはいろんな話があって、はい、もうなんか。 1>, 1ドル150円ぐらいで計算するんじゃないのとか,とか半導体ないから高いんじゃないのとか今回 USB タイプ C だけでまあついただけでもしかしたら軽く30万35万ぐらいいくんじゃないのみたいな話はあったんですけど意外にそんなことはなくてですねなんと iPhone15 と50プラスは従来の iPhone14、140プラスのなんと5000円増し。ありがたいいじゃないですか で 15Pro と 15ProMax は従来の 14Pro、140ProMax ので各携帯電話会社は Apple よりもちょっと高めの金額ですけれども、うん、まあさっきギャラクシーの中でもちょっと話しましたけども、うん、いわゆる端末購入プログラムが使えるので、うん、まあそこでちょっとお安く。 安くっつうかまあ少し負担を減らすことはできますかね。はいうん、微妙に各社のね容量と機種によってあとまあ結構ね細かく違うのでああ、なかなか例えばじゃあ何えっとプラスの 512はどこが一番安いみたいな感じとかうん,まあなんかいや実はプロのなんとかはえここが安いとか結構細かく分かれてますねちょっと難しいですという,うとこですがまだアップルストアで買ったらでも割と安,安めですよねこれが基本価格なで、はいはい、アップルさん自身も36回払いの金利0トで使える「ペイデー後払い」っていうプランをやっていますで分割払いなんですが、うん、こっちは端末購入プログラムと違って端末の返却がないので まあ3年後に売ってもらったりとか、うん、まあ下取りに出したりして、はい、まあ次のの買い替えの原資にすすることをできますとだからまあ下取りも含めてその流れでいくとほとんどの人が今回まあタイプ C にもなったしなとか買い替えたいなと思う方多いと思うんで、はい、とどのあたりのり人が買い替えになまず第一に考えなきゃいけない人は iPhone の8シリーズよりも前の人。 8766S、うん、とかまあ含めてですけどもこれだとまあともう一つ iPhone10 この人たちはもう買い替えていただいた方がいいです理由は iOS の最新版まあ今回今 iOS17 なんですけどまあ17のサポート対象外ですでそうなのでもちろんただいろいろ世間で言われたこともあって古い 機種に対してもセキュリティ上の問題がある時はセキュリティパッチは一応配るようにはしますと言ってますが。 要するに古いバージョンの例えば iOS15. いくつみたいな感じのを出したりはしてるんですけどただ基本的に最新版はなくなるので、うんうん、ではないのでうん、うん、この社長ちは買い替えた方が多分ベター要するに値段がつくうちに売るっていうことを考えていただいた方がいいかなっていうところだと思います次の候補っていうか、まあ、この社長はも本当は買い替えた方がいいんだけど 10S と11 はい、人は iOS のサポートは続きますまだ今のところサポート対象です、はいうん、ただいずれもまあシステムメモリ要するにあ iPhone って中のメモリの容量はあまあ明らかにしてないですけど、うん、割とメモリー的にですね、えー、ストレージじゃないですよメモリの方ですよ展開する方ねメモリの容量がやっぱりちょっと少なめなので、はい、今後いろんなアプリとかがちょっと動作が重くなっていくかなと、うん、カメラなんかも実は チップセットは同じなんだけどこれはできるけどこれはできませんみたいな知は過去にも何度もあるので、はい、だそう見味でいうと 10S とか11の人たちはそろそろちょっと検討を始めた方がいいのかなというのと、はい、もう1つは、えー、っと12シリーズ以降は当面大丈夫だと思います。が,が 使い方によってはバッテリーがかなりへばってる可能性があるので、うん、バッテリーの劣化 iPhone はバッテリーがあのメニューの中からバッテリーの容量は今どれぐらい何パーセントぐらい容量がありますかっていう、うん、あの今充電してる容量じゃなくてね、はい、性能が何パーセントぐらいですか出てきますけれどもあれが低くなってる人はですねちょっと一応、まあ、あのバッテリーの交換をするか,、うん、まあか交換のお値段 そう、Apple ケアに入ってれば安いけど、入ってない人の場合は高いんで、じゃあもうそこまで出すんだったらもうちょっとっていうことも一応なくはないこれもやっぱり値段のつくうちにまあ買い替えるのも一つの手ではあるけれどもっていうことでございました。はい。本日あの実機も見れました私。ありがとうございます。あのまあこんな感じなんで、まあ多分店頭に今デモ機は置いてあると思うんで、まあまずこの背面の角っこの触りぐらいをですね、ちょっと触っていただけてそう。ぜひ乗ってもらって。はい。そうあとまあ。 プロ系はぜひ持っていただいてい、うんうん、自分の40以前のモデルと比べていただけれいいかなという感じでございます、はいはい、またあの携帯ピックアップで、ねはい、お届けしたいと思います、はい、ありがとうございました